ずい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。スマイル先生のハートチャンネル、パーソナリティの海野秀三郎です。よろしくお願いいたします。もうね、15回目になります。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、このハートチャンネルは、スマイルチャンネルとハートチャンネルがあります。今日のチャンネルは、こちらになります。はい、皆さんご覧に見えるかな。はい、スマイルチャンネルがですね、コッパ職人についてということですね。あとハートチャンネルがお名前の由来について、エチャマさんっていうゲストさんですので、また後からご紹介していきますけども、お名前の由来についてお伺いしていきたいなというふうに思っております。はい、この番組はですね、事前に Facebook にですね投稿し、コメントをいただいた、チャンネルを焼津テレビファンの方、そしてゲスト様のファンの方、スマイル先生のファンの方と一緒にですね、お話を進めていく番組です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、皆さん帰ってきましたね。嬉しいですね、ちゃんとね。今誰もいなかったからね、ちょっとね、もう静かなスタートでしたけど、すみません、やっとギャラリーがおりますので元気出てきました。それではですね、まずはじめにですね、スマイル先生のハートチャンネルのですね、番組名のご唱和と、ポーズを皆さんとね、ご一緒にね、進めていきたいなと思います。では一緒にいきますからね。はい、はい、スマイル先生のハートチャンネル。はい、ありがとうございます。全然覚えてないな。でも今日の、ね、ゲストさんうまくやっていただきました。ありがとうございます。実は右手でこうやってやるとですね、相手側からですね、C に見えますので、これがチャンネルという意味になりますので、皆さんよろしくお願いいたします。 C はチャマの C、はい、あ、チャマちゃんの、そうね、チャマの C だね。はい、チャマの C、はい、のっとりだ、いいね。はい、大変皆さんお待たせしました。今日のゲスト様、焼津では本当顔なじみの方はたくさんいらっしゃるかと思いますが、ゲストさんを紹介させていただきます。じゃんじゃじゃーん、今日のゲストさんはコッパ職人の小林チャマ様です。イエーイ、チャマです。チャマちゃん、ありがとうございます。チャマちゃんね、はい、チャマちゃんです。これチャマです、ね、チャマです。はい、皆さんありがとうございます。では、チャマちゃんにですね、自己紹介をしていただきます。ではチャマさん、よろしくお願いします。はい、コッパ職人のチャマです。イエーイ、牧之原市民です。はい、よろしくお願いします。ちゃまちゃん、牧之原市民ね。そうそうそう、はい、わかりました。で、後ほどね、来た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 、嬉しいね、ちゃまちゃん、ウェイマンが来てくれてます。ありがとうございます。撮影たい、はい、まずはじめにですね、ちゃまちゃんと私と今日番組出るよということで、Facebook にですね投稿させていただいた後、先ほどお話しさせていただきました。そんな中ですね、ちゃまちゃんファン、焼津テレビファン、僕のファンあんまりいないんですが、あ、写真で、いや嬉しいです。はい、コメントをいただいておりますので、少しですね、ご紹介をさせていただきます。佐藤義樹様からいただいております。佐藤様、ありがとうございます。コッパチャンネル、希望ですということですね。はい、コッパチャンネルは、スマイルチャンネルになりますので、よろしくお願いいたします。はい、曽根のりこさんっていうんでしょうかね、これはちゃまちゃんのお友達かな。そうです、見ました、楽しみ楽しみ、コッパちゃん会ってことですね。コッパちゃんがいいじゃない、コッパちゃんがいいでした、大変失礼しました。もう目も見えな い, いこんなちっちゃいのじゃ私も見えません。はい、ちょっと苦労してます。はい、松井俊樹様からいただいております。実演が見たい、どうでしょう、すごいね、楽しみだな。松井俊樹さん、ありがとうございます。はい、続いて、安友小野寺様からもいただいております。ちゃまチャンネルお願いしますってことで、ちゃまチャンネルですから、ちゃまチャンネル、ちゃまチャンネルってどれになるんだ、ハートハートか、お名前の由来についてということでね、でいいと思います。はい、ちゃまちゃんにお伺いしていきたいなというふうに思います。まだございますね。あと大野新様、これちゃまちゃんのお知り合いかな、大野新一様、大野新一さん、こんにちは、こんにちは、初めまして、コメントいただきました、ありがとうございます。雨なのに髪の毛崩れない、コメント読まさせていただきます。東海スタジオに行きます。 ありがとうございます、ありがとうございます。本当に来てくれましたね。この次のゲストです。この次のゲスト、ありがとうございます。はい、続いて大石智子さん、大石智子さんはいらっしゃってないですね。はい、
いけないけど見ますねということでね。はい、ありがとう。はい、ちゃまちゃんがなんか受け答えしておいてくれて、楽しんできてくださいねということでね。で、ちゃまちゃんがありがとうございますと受け答えしております。ともこさんの方が、生で見たいけど、ちょっとその日が無理でということでね、泣き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 してまーす。はい、そんな中でちゃまちゃん。はい、ありがとうございます。ちゃまちゃんのですね、今話題をね、少しずつお伺いをさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では、まず一番ね、人気だった、コッパ職人について、スマイルチャンネルなんですが、ちゃまちゃん、聞いてもいい？どうしようかな。実は打ち合わせな何にもないんです。ないないない。ないです。実はですね、今日、ちゃまちゃんと私はですね、特別に今日ご出演してるんです。実はあのスマイル先生のハートチャンネルの番組の日ではなくてですね、今日は本来ですと、マイエルとハッピーシャリシャリの時間なんですが、誰か変わってくれる人いないかなっていうふうにですね、Facebook 投稿がありまして、そんな中私と時間帯が一緒でしたので、私の方でも一生懸命ね、ご出演者を探していたところ、もう30分もたないうちにちゃまちゃんが立候補してくれまして、ちゃまちゃんがやってくれるということでね、あの今日のヤジテレビの放送になっております、配信になっております。本当にありがとうございます。本当友情 ねありがたいね、感じるなと思って、また嬉しいな。ちゃまちゃんもヤジテレビ好きでしょ。好き、ね、私もそう。みんなが困ってるね姿があるとね、なんか助けてやりたいなと思って ねそう、今日もね、あのコッパ職人さんのね、ちゃまさんじゃないけどね、うん、ある人がね、ある日の日にちょっと何曜日と何日と何日が出れないんだけど助けてくれるって言ったらね、やっぱね同じ時間の人たちがね、うん、助け合ってるんです ね。そうだよね。でもしあの出演者がいらっしゃらなかったら、またちゃまちゃん誘って僕出ようかななんてね、ちゃまちゃんそう思ってましたので、はい、これからまたヤジテレビをね一緒に支えていただけるメンバーで ねいてほしいなと思います。はい、できる限りやらせていただきます、はい、そんな中でちゃまちゃんの一番僕聞きたかったのはコッパ職人のね、についてちゃまちゃんの作品等をですね、はい、ぜひあの見てみたいなということですね。でさっきほど、ね、あのコメントいただいた松井俊樹様からも実演が見たいよということですので、実演ってできるの、ちゃまちゃん。やってやろうじゃないか。おお、やってやろうじゃないか。それ牧野原弁、ちゃま弁。ちゃま弁ね。はい、ちゃま弁の方でちょっと商品をね、作品をねちょっと紹介していただきたいなと思っております。はい、僕持ちがかりでやります。皆さん見えるかな、ね、こういう感じだね。はい、見てください。私たちの顔よりか商品を見ていただいて、はい、ちゃまちゃんどんな作品でしょうか。これはカメラですね、歴代のカメラ。こっちから二眼レフカメラ。お、二眼レフ、はいはい、一代目のカメラ、チェキ風カメラ。チェキ風ね、で今風じゃん、ちゃまちゃん全部紙バンドとコラボしたのがこの2つ、大きさ違うだけ。ちゃまちゃんね、なんでこのコッパっていうのは、うん、あの木材を使ってっていう意味なんですか。木材のレーザーでカットした、レーザーでカットした、見えるかな、これ見えるかな、茶色くなってるのがレーザーでカットした、焼き焦げて、焼き焦げて茶色くなったところね、はいはい、それを使って、あ、これついてるね、確かに、はいはい、それとあと、はい、木の製品を使って、これちゃまちゃんね自分で買ってくるの。例えば木材屋さんに行ってね、あの余ったって言い方おかしいけど、ちょっとあのもらっていいって言うのではなくて、ちゃまちゃんが自分でこう買ってくるんだ。あ、私が静岡に勤めてる時に関わったとか働かせていただいた木材屋さんと模型のお店と模型の部門と、この木の製品の部門とのその会社から仕入れてくる。すごいね、ちゃまちゃん。ちゃまちゃんね、これね、キーホルダーって言えばいい？なんキーホルダーだよね。はい。この作品をね作ろうとしたこう何きっかけってあるんですか？こうカメラに絞った。カメラはカメラが好きだからっていうのと、あとこの木材を使って何かできないかなっつって一番簡単にできたのがカメラ。なるほどなるほどなるほど。さ、ちゃまちゃんね、Facebook なんかでも僕は拝見させていただいてるんですけど、いろんなものがありますよね。あのその作品をちょっとね今皆さんご紹介しますのでね。あ、吉田さんも来てくれてます。ありがとうございます。ちゃまちゃんの作品を皆さんちょっと見てください。はい、これがちゃまちゃん、これ何？これはカメラロボットです。お、カメラロボットだそうです。かわいいじゃないですか。シリーズが、これ実際にはどのぐらいの大きさ、現物ありますか？あっちにある。あっちにある。あ、あったあったあった。ここにある。こっちにありました。はい。これはね、カメラを2つくっつけてるんで。はいはいはい。これが。お、お、本当だ。カメラ2つ。この写真の方は2号、はい、ロボットで今上に乗っかってるのが3号、はい、3、あ、上に乗ってる方が3号、はい、そう、これが2号ね。これ二眼レフカメラが頭で、普通のカメラが胴体、はいはいはい、あ、なるほど。
あ、これとこれが ここもカメラ、ここもカメラってことですね。そう、これとこれがくっついたって感じ。なるほどなるほど、すごいね、ちゃむちゃん。そこからだんだん進化して2号、3号って増えてってるんです。これちゃむちゃん自分で考えたの？そう。すごいね、こうやって考えるの好きなの。うん、ちゃまちゃま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 、こういう風になっちゃまちゃまひらめいたの。ちゃまちゃまひらめいちゃったんだよね。でもちゃまちゃんね、うん、俺僕すごい感じるのは、ちゃまちゃんって人柄からなんかわからないけど、うん、こうなんていうの、ほがらかな方じゃないですか、表面上は。でもすごい細かな仕事されるんですよね。そうなの、そうなの。しかもこれはめないとね、見えないの。一緒だよね、一緒だよね。実はね、ちゃまちゃんと私 ねお会いしたの今日で4回目。そんなもん、そんなもんなんですよ。ええ、だけどあのなんかいつもべったしくっついてるよね。いっぱいね。どう、あのヤジテレビファンの一人でもありますしね、まあ、3時頃からいらっしゃって帰るのも一緒なんですよ。帰るの9時過ぎだもんね、いつもね。そうそうそう、本当に本当にちゃまちゃんがいるから僕もいるって感じで ね本当にね、お互いに帰れない。だからあの他のパーソナリティさんのことを語ったら僕たちの方がよく知ってるかもしれない ね最後の撮影会ってあるじゃん。そう、あれでいやこのこと言えないよ、怖い怖くて言えないんだけど、僕とまげちゃんのよく知ってるかもしれない ね現状のことはね。だから内緒の話ですので。だけど年頃だから2人ともすぐ忘れる。そうなの。まね、ちゃまちゃんね。でもいいんだよ、それで。うん、でもね、ちゃまちゃんとね、今日4回目のね、4回目ぐらいしか僕は会ってないんだけど、ちゃまちゃんがね、ある日ね、突然ね、Facebook に載ってて、こんなお店にいますよっていうことがあって、これ内緒だったよね。うん、だからお店のことは言いませんけども、もう応援隊ですぐ駆けつけて、そう。ちゃまちゃんに会いに行った。びっくりした。それで会いに行ったのが目的で、その商品を買うことが2つ目の目的で、3番目の目的は何でしょう。わかんないよ、そんなこと。ちゃまちゃんを広げてやろうと思って、すごくね、アップさせていただいたと。ね、嬉しいよね。ね、とんぼ返りだったんだよね。なんかね、ちゃまちゃんと僕とね、共通点があって、うん、あの、まあ、ヤイズ TV さんのことに関わると、すごく広げてくれてるよね。うん、ある人から言えば、ちょっとやりすぎじゃないとか、あそこまでやんなくていいじゃないって、僕も耳も入ってきてるんですが、これをやめちゃったら誰も後で続かないから、見てくれないし、あの、シェアもしてくれないし、うん、ね、そういう風に思う人は思う人でね。そうそう。でも僕もこの頃ちゃまちゃんが出てきて、ちゃまちゃん1日何回 Facebook 上げるの？4回ぐらいじゃん。4回ぐらい上げるよね、うん、で自分の商品上げてないよ全然。でこの頃やっと上げてるんだけど、テレビに出演ということでね。そうそうそう、資料と思って。そう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 。うなさんのために。そう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 。それまではね、ちゃまちゃんね、全然このね、自分のね、作品をね、全然上げないの。もうお友達関係のことばっか、湯原さんとかね。湯原さんだよ。ああ、湯原さんね。まだいないからいいんですけどね。今度は、ね、吉田さんもいるから。うん。ね、やってるのファンの吉田さんもいるしね。あと、みきちゃん、かわいいよね。えみこさん、かわいいよね。ね。本当に。2日続けてやっちゃったもんね。ね。で、なぜ今振ったかというとね、こう、あの、ちゃまちゃんね、焼津市内をね、ほんと点々していて、あの、マルシェって言ったら、もう、ちゃまちゃんいるよね。もうどこにもでもイベントにね、ちゃまちゃんが顔を出されてるんですね。お祭り好きだから、まあ、そこがね僕ねすごく感心して。でちゃまちゃんってあの威張らないじゃないですか。こんな褒めてよかったかな。どうぞどうぞ、どんどん褒めて。普段褒められないから。僕ねあのちゃまちゃんの、ね、意外性を知った時に、あるそのゆっぱさんっていう人がいてね、やりテレビのまだ見えてないけど 大先輩の方。その方のですね、あの7月でしたっけか、あのパン屋さんでやられた、園さんでやられた時に、実はあのフェイスブックでね募集してたんです。で募集してて人数がある程度こう埋まったんですね。で僕は参加すると押さないで参加したんですよ。ちゃまちゃんも同じで、私も参加するって押さないでそこの場にいるんですよ。そう、でちゃまちゃんと同じだっけよね。 主催者にだけ言って、それね初めて言うけどね、うん、あのゆっぱさん応援したくて行ったんだよね。そうね、だからあのゆっぱさん自身うんうんでね、あんまり褒めすぎるとゆっぱさんね照れやだもんね。そう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 、あんまり褒めるなってバカになっちゃうんでね。だ共通の友達が、ね、ゆっぱさんなんですよ。そう、他の話してくれ。あ、分かる。本人いたみたいですね。じゃあこれを、はい、はいはい、これね、これね、こうちっちゃなこう作品でね、カメラの部品です。はい、ちゃまちゃん、俺ね今日ねサプライズちゃむちゃんにね友情出演してくれたもんで2つ用意してます。あらま、いい1ついいですよ。出ちゃった出ちゃった友情出演ね。もうヤジテレビをね盛り上げていこうという気持ちがねあるちゃむちゃん。実はですねちゃむちゃん、はい、あーいいよ、素敵。僕もコッパ職人です。すごい、あ、すごい。
ごい。もちろん下だね。あ、もちろん下。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、コッパ職人、あ、素晴らしい、ちゃまチャンネル。今日はちゃまチャンネルです。イエーイ。実はですね、これ紙です。すいません。コッパ職人ってね、ちゃまちゃんでしたからで、今日実演してくれるって言っておっしゃってたもんですから、じゃあ僕もちょっと負けじとね、なんかできるかなーって。素敵ー。本当にね、友情出演が嬉しいんですよ。ハートだねー。でね、オチがあるんです。のれんを、のぼりを作りたければ、青木さんの方、ヤジテレビの方に皆さん発注してください。はい、これはあくまでダミーですので。ダミーかい。ダミーですので。あの紙で作ってあの糊をちゃんとねここ止めまして、あ、はい、できればこれから工作できるじゃん。いやいやいや、素晴らしい紙職人。紙職人、あ、いいね。紙職人、紙はもともと木だから。ああそうだね、まあ、じゃあコッパ職人の、ね、やっぱ友情だよ。師匠ありがとうございます、これこれこれちゃまちゃん持って帰る？持って帰る。持って帰る？本当に？いやこれね、ちゃまちゃんの僕ね作って、あ、そんな近寄らないで見えないから。作りたいなと思ってね。わ、素晴らしい。はい、実はこれね、サプライズでちゃまちゃんにもう初めからこうやって置いていこうかなと思ったんですけどね、ちゃまちゃんびっくりさせてあげようと思ってね、ちゃまちゃんのところにちょっと持ってきましたけども、ぜひぜひちゃまチャンネルもですね、よろしくお願いしたいなと思います。ですから何を言いたいかというと、これだけねって仕事をやると可愛い作品ができるよってことですよね。そう。ですからオリジナルで皆さん作っていただいて、そして感性豊かなちゃまちゃんの作品をね、まだまだたくさんあるんですね。ね、ちょっとまた見せてください、ちゃまちゃん。これがカメラね。これ10円。10円を見せればいい？ 10 円と大きさ比べてください。そうだよね。はい、それ分かりやすいかな。はい。カメラだね。カメラとロボットばっかりだよ。はい、いいね。これがさっきのね、ロボット。カメラの向こうが怖いね。本日の主役って人が。本当だね。ねはいはいはい。これが1号。1号ね。ロボット、ちゃまロボット1号。ちゃまロボットと、あ、これ1号ね、1号。さっき言ったね。そうそうそう、はい、はい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 。で、これが初期のカメラ。初期のカメラ。1台だったんだね。そう。はい、わかりました。すごいですね。はい、1号、2号と。あとはおひな様。あ、これね、僕ね、ちゃまちゃん、これ一番気に入った。フェイスブックの中で。おひな様。おひなさん、かわいい。うん。ただ、これはちゃまにとってはちょっと高級な、はい。どれどれ金額、これこれこれ、おひなさん。これね、おひなさんね。お高いんで。ああ、そっかそっか。また12月ぐらいから売り出します。はい、これちなみに、ちなみに、ちなみに、いくらの商品なんですか？これ1500円。1500円。大きさ的には、あ、いますね。はい、大きさはこれでーす。ドン。あ、ドン、これですね。はい、こんな感じです。はい。で、これは、はい、いたずらで作った紙バンドのお花マグネット、はい。皆さん見てください、この紙バンド。これ。これが実はですね、じゃじゃじゃん。じゃじゃん。じゃじゃん。ちゃまちゃんにいただいております。ちゃまちゃんとね、2回目にお会いした時にね、ちゃまちゃんが、配られてたんですね。さあ。で、そんな中、僕にも一ついただいて、で、今、職場のね、私のデスクの、ちょっとした、磁石がマグネットになってますので、メモを挟んだりとか、で、これを見るたびね、あ、ちゃまちゃんが、あ、またちゃまちゃんに会いたいな、ということでね。なんかこう、ちゃまちゃんがいつもね、そばにいてくれてる。ピタッとくっついてね。こんな感じで、ちゃまちゃんに本当にね、お礼を言いたくて、ありがとうございます。ありがとうございます。使っていただいて。ね、おちゃまちゃんにハートです。ね、はい。ありがとうございます。はい、でここからはワークショップ。はい、ワークショップ、はい。今から冬になるんで雪だるまと貝殻と木を使ったワークショップ。これこれこれ下は木ですか。下は木。あ、木。あ、はい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 。立方体の木。これ今新商品ぐらいになるんですか。うん、去年の冬からやってる。あ、そうですか、そうですか、そうですか。冬の人気もの。これがね。うん、あ、これがねって言い方で、これこちらの商品がね。そう、子供に好きなの選んでもらって好きなように、はい、貼り付けてもらう。ちゃまちゃん、これちなみにいくらですか？これ500円です。ワークは全部500円。ワンコイン、ね、はい、ワンコインいいですね。これちょっとすごい頑張ってる。うん、あ、意外とこれあんまり出ると私の儲けがない。そうだね、レースを貼ったりとかこうね、下の生地を貼ったりとか。モリモリにされると。モリモリね、あ、でもいいの、子供の笑顔が見れれば。可愛いね。本当にいいね。可愛いね。これも冬のワークショップ。松ぼっくり、僕見せてくれていい？いいよ。おお、かわいい、はい、松ぼっくりにこのボールをボンボン入れるだけ、はい、だから2歳ぐらいからできる。いいね。一人一人違うね、色の配置から大きさがね。松のこの実っていうのが僕はすごく大好きで、松っていうのはお祝い事に非常によくて、そう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 、松の木って一年中緑なんですね、うん、だからお祝い事には松がねこう飾られてるんですね。ですからその落ちた実っていうのも ね素敵ですよね。これ大きいんだよ、これくらい、この写真の本当3分の2ぐらい、これくらいの大きさ。
もう幸せのね、お裾分けの商品かと思いますので、ぜひぜひ、こっちはいくらですか？これ500円。500円。ワンコインですのでね、皆さんぜひぜひと思います。はい。あとこれ木が違うだけで、下の土台が違うだけ、子供が選ぶのにね、さっきのは四角だけど。チョボちゃんね、お客さんってこれマルシェのとかね、皆さんいらっしゃるけど、うん、年齢的にいくつぐらいの方が多いんですか？2歳から2歳、中学生ぐらいまで。あ、それ以上はあんまり？あんまり、うん、たまに大人の方がやってくれるけど。チョボちゃん的にもやはりあのその年代をターゲットにしてということでやっ、そうそうそう、されてるんですね。だって工作を好きになってほしいから、うん、ものづくりの、ね、楽しさを知ってほしいから、うん、あとボンドとか、うん、ハサミとかカッターの使い方を覚えてほしい。なるほどね。ちゃまちゃん見てると紹介いけないよね、うん、だから今言われたのがあれですね、ちゃまちゃんの本来のちゃまちゃんのこの作品を作る趣旨なんですね。 それともう一つ、あ、夏は貝殻。はい、貝殻、はい、すごいですね。こんなちゃまちゃんの作品がたくさん、僕初めて見ました。すごいですね。ありがとうございます、はい。まあ、ちょっとなんか現実なんかあるなものが、もうね、もうね、あっという間にあと時間が3分です、チャムちゃん。実演できないじゃん。全然実演があったんですけど、もし実演できなければいつでもまたチャムちゃんをゲストで呼んで実演だよでね、でこれでチャムちゃん届いてもらって、チャマチャンネルでってことで、あの進めていきたいなと思います。でちゃまちゃんね、あと3分でバーってあの回転してきます。はい。ちゃまちゃんにサプライズ。サプライズもう一つ。サプライズ。すごいね。はい、ちゃまちゃんにサプライズ。はい、友情出演ありがとう。イエーイ。なので、はい、そんな中、ちゃまちゃんにね、僕はあのホテルマンですので、ホテルマンとしてサービス品があります。わー、ちゃまちゃんに僕自身がね、あのサービスします。うちのホテルのシングル、まあ、ダブルっていうとかね、ツインっていうとかちょっと問題がありますんで、シングルの部屋をプレゼントが1枠。で、2枠はですね、ちゃまちゃんと2人でディナー、イエーイ、中華3番目はやじテレビに出演、イエーイということで、ちゃまちゃん1番、2番、3番、どれがいいでしょう？3番。3番、誰かやってください、3番。あ、やればいいね。じゃんじゃん、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 じゃんじゃん。なんでそれ嫌だな。今言いましたみんな。ね。違う、ディナーが良かった。あ、これでもじゃあ、スマイル先生自腹でディナーで。これ全部、これ全部ね、自腹です。やいじテレビは、まあいいじゃん、入場料は僕ぐらい払いますから。はい、やちゃまちゃんのサプライズ特典は、なんとなんと、大当たりでした。やいじテレビ出演ということで、ありがとうございます。いいだね。ちゃまちゃん、やいじテレビ好きだね。これね、ちゃまちゃん、これ自作です。自作です。ね、嬉しいよね、自分たちね、こうやってお作りになって、やっぱり、コッパ職人さんですよね。そのうちどっかで見ると思うよ。すごく嬉しいです。はい。ちゃまちゃんとこうやってね、ずっとやってきたんですけどね、ちゃまちゃん、あとね、時間が2分しかないんですけど、本当？嫌でしょ？もっと痛いでしょ？ちゃま、あのピンセット使わないで指でこうして貼るんで。ちゃまちゃんね、もうね、やじテレビのね、最後の時間になってきますので、はい、なんかもう言いそびれたことばっかだと思うんですけども、まあ、実演しながら、ね、まあ、ちゃまちゃん、一言言ってください。楽しかったです。本当に本当に雨が降ってるけど来てよかったわ。ちゃまちゃん時間来るの遅かったよ。混んでた、道混んでて混んでた。僕の大師匠のゆっぱさんっていうの遅刻したんで、一番初めすぐそこ行っちゃうんだよね、やっぱね。今度はほんの少し、はい、伝説の僕の師匠来ちゃってるもんですから、ね、師匠の前でちょっと名前出さないといけないんですから、はい、はい、カメラできた、はいはい、カメラできました。実演までしていただきまして、ちゃまちゃんありがとうございます。ちゃまちゃん、そのあといきますよ。はい、丸三角ハートでお答えしてください。題してお答えハートチャンネル。今日は十分お話できましたか？はい、できました。よかった。またやじテレビにご出演してくれますか？はい、ぜひぜひ。そんな中、いろんなパーソナリティがおりますけども、はい、私でよかったでしょうか？もちのろんです。ゆっぱさん焼いてるよ、早く撮んなよ。はい、本当に、今日ね、あの小林ちゃま様をお迎えして楽しい時間、そして友情出演をしていただいた小林ちゃま様でした、はい、皆さんもう一度小林ちゃま様に温かい拍手をお願いします。イエーイ、友情出演ありがとうございました。はい、撮影撮影、はい、イエイイエイ、はい、どうも。はい、この後4時からはですね、私が大好きな番組です、はい、オカボン TV のエミコの
カオピリーチャンネル。またゲストさんがかわいいの。いや私の若い頃にそっくりもうみたいですけども、はい、掛川 TV パーソナリティドリームボード認定講師坪井美希様。イエーイ。はい、皆さん引き続きお楽しみください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。